エルザ・アインシュタインは、アルベルト・アインシュタインの2番目の妻、重視。エルザとアルベルトは、母親同士が姉妹であったので重視帝の、関係であったが、さらに、父親同士はいとこであったためは、とこの関係でもあった。エルザは、出生時の姓がアインシュタインであったが、最初の夫マックス・レイベンタールと結婚した際に、これを失い、1919年に、 重帝アルバートと再婚して再び元の姓に戻った。エルザは1875年1月に父、ルドルフ・アインシュタインの娘として生まれた。彼女には妹パウラ、ポーラ、1878年頃 -1955 年頃と姉へ、ルミネがいた。父ルドルフは平均年で織物製造業に従事していた。家族と共にしばしば、 ミュンヘンを訪れていた彼女は、重帝のアルベルトと遊ぶこともよくあった。彼女は、自分が話すシュバーベン語風に、アルベルトルと彼のことを呼んでいた。1894年に、アルベルトがドイツを離れ、家族を追って、ミラノへ移り住んで、以降は、二人の関係は、一旦途絶えた。1896年、エルザは、織物賞、マックス・レイベンタールと結婚し、 ベルリン出身のこの夫との間には、二人の娘たち、イルゼとマルゴット、1903年に出生直後に亡くなった息子の三人が生まれた。一家は皆ヘッヒンゲンで一緒に住んでいた。1902年、マックス・レーベンタールはベルリンで仕事に就くこととなった。しかし、家族はヘッヒンゲンに残った。エルザは1908年5月11日に夫マックスと離婚し、 二人の娘たちと共に、両親の住むベルリンのハベルラント通り5番地の住宅の2階に移り住んだ、エルザー・アインシュタインと夫、アルベルト・アインシュタイン。1912年4月、彼女は重邸であるアルベルト・アインシュタインと関係を持ち始めたが、この時点でアルベルトはまだ最初の妻で、物理学者のミレバ・マリッチと婚姻関係にあった。アルベルトは1914年に、 ミレバと別れ、彼らの離婚が成立したのは1919 19年2月14日のことであった。その3ヶ月半後の1919 19年6月2日に、エルザはアルベルトと結婚した。エルザとアルベルトの母親たちは姉妹であり、二人は重子弟の関係であった上、父親たちは重兄弟同士であった。1921年、 ベルリンのリストガルテンにおける平和運動デモに参加したエルザ・アインシュタイン。カプートの家。幼女となったイルゼとマルゴットと共に、一家は固い絆で結ばれた家族となった。アルベルトとエルザの間には子供は生まれなかったが、アルベルトはイルゼとマルゴットを自分の子供として育てた。一家はベルリン地域に住み、ポツダムに近いカプートに夏場の別荘を持っていた。 エルザはアルベルトとの結婚生活の大部分を好ましくない訪問客や怪しげな連中から夫を守る門番としての役割のために費やすことになった。また彼女は1929年に夏の別荘を建てる上で主導的な役割を担った。1933年、アルベルトとエルザの夫妻はアメリカ合衆国のニュージャージー州プリンストンへと移住した。 1935年秋には、マーサー通り112番地の家に転居し、8月には、この家を購入したが、直後にエルザは、まぶたの腫れを引き起こし、心臓と腎臓の疾患を発症した。エルザの闘病中、アインシュタインは、自分の時間を、ひたすら研究に没頭することに使うことを決意した。ウォルター・アイザックソンによる電気、アインシュタインその生涯と宇宙によると、 知的な仕事に奮闘し、神の本質を見つめることこそが、慰め、支えとなり、また一方では容赦なく厳しい天使として、あらゆる人生の苦難の中を導くものであると彼は、信じていたのだという。こうしてアインシュタインは、仕事に没頭することで、エルザが死期を迎えようとしていることの苦悩から、逃れようとしていた。 痛ましい闘病生活の末、エルザは1936年12月20日に死去した。ありがとうございます。